副大佐は、日本の国土交通機関。立山市助役、国土交通省中国地方整備局長、国土交通省大臣官房技術参事官、港湾空港技術研究所特別研究官等を、歴任した。1978年名古屋工業、大学工学部土木工学科卒業、運輸省入省。 1999年立山市条約2001年国土交通省道路局地域道路調整室長2003年関西国際空港計画技術部長2006年内閣府沖縄振興局参事官2008年国土交通省港湾局国際環境課長2009年から国土交通省中国地方整備局長を務め 長岡秀と出雲市長との間で災害時における情報交換に関する協定書を締結するなどした2011年国土交通省大臣官房技術参事官2012年から独立行政法人公安空港技術研究所理事や同特別研究官を務め国土交通省公安の避難対策に関するガイドライン検討委員会有識者として ガイドライン策定に当たるなどした。2015年一般社団法人日本埋め立て、春節協会顧問。後一般社団法人日本埋め立て、春節協会専務理事、国土交通省公安技術基準のあり方検討委員会委員、国土交通省公安における ICT 導入検討委員会委員。 公安の資本費と維持管理費の上昇要因の分析と今後の展望沿岸域が区開始、ボリューム26ナンバーワン、ピアニッシモ、53から65、ハット ABC 千葉県南宋文化ホール、立山市、第7回那覇空港調査連絡調整会議議事録、沖縄総合事務局、技術審議官に、下星、24日付技術幹部人事内事、 日本工業経済新聞2009年7月22日災害時における情報交換に関する協定書国土交通省。出雲市、出雲市、人事国土交通省日本経済新聞2011年9月16日 AB 国土交通省人事移動日本海議新聞2012年6月18日で D13 面第1回。 公安の避難対策に関するガイドライン検討委員会の設置、開催について、国土交通省国家公務員法第106条の25第1項等の規定に基づく、国家公務員の再就職状況の報告平成27年12月25日内閣、官房内閣人事局別紙1、土木広報戦略会議委員構成土木学会、公安技術基準のあり方検討委員会委員名簿。 開催国土交通省港湾分野での ICT の全面的な活用のための新基準。ありがとうございます。